ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は今季終了後にフリーエージェント FA になる可能性があり、以前から去就が注目されていた。移籍先の最有力候補はロサンゼルスドジャースだが、3連敗で地区シリーズ敗退に終わったことで、より一層同選手の獲得に力を入れるかもしれない。米メディアブリーチャーレポートが報じている。ドジャースは今季100勝62敗の成績を残し、ナリーグ西地区1位でプレーオフ進出を果たした。昨季の111勝に続く100勝以上の好成績を収めたが、アリゾナダイヤモンドバックスを相手に3連敗を喫し、2年連続で地区シリーズ敗退の屈辱を味わっている。これらを踏まえ、同メディアはドジャースは今本当に大谷翔平を必要としていると主張。続けて、ドジャースにとってこの難関を乗り越えるには、世界最高の野球選手を加入させる以外に良い方法はない、その余裕があるかどうかは問題でもないと報じた。大谷翔平の獲得はさらなる補強にもつながる。米メディアが見解、彼と契約することになれば、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は同球団と契約更新しない限り、今季終了後にフリーエージェント FA になる。その場合の移籍先候補として浮上しているロサンゼルスドジャースが同選手を獲得すれば、戦力面だけではない恩恵をチームにもたらすかもしれない。米メディアファンサイドが報じている。大谷翔平は今季投手として10勝を飾り、打者として日本人初のア・リーグ本塁打王に輝く44本のホームランを放つなど、かつてないほど好調なシーズンを送っていた。しかし、右肘靭帯損傷と右脇腹痛によってシーズンを完走できずに終わっている。来季はマウンドに立つことができないが、それでも同選手の獲得を検討している球団は多い。同メディアはドジャースについて、彼らのオフシーズンのトップターゲットは大谷翔平だが、チームは先発ローテーションを修正する必要があると指摘し、先発投手の補強を進めた。その一方で、もしドジャースが大谷翔平と契約することになれば、他の選手もロサンゼルスに集まってくるに違いない。そうなれば、ローテーションの補充はより容易になるだろう、とも報じ、大谷翔平の存在が他の選手にとって魅力的に映るとの見解を示している。大谷翔平、FA 移籍先の路線変更、米メディアが示唆、多くの噂が出るが、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は、今オフにフリーエージェント、FA となる。二刀流のスーパースターを獲得するには、激しい争奪戦を勝ち抜かなくてはならない。大谷翔平の動向に注目が集まる中、米メディアスポーツイラストレーテッドのパトリック・マカボイ記者は、新たな報道に言及した。今オフの FA 市場はスター選手が多く活発に動くと予想されるが、最も注目を集めているのは大谷翔平だ。この数週間で大谷翔平は東海岸にオープンであること、トロントブルージェイズの選手育成に注目していること、カナダを本拠地に構えることに魅力を感じていると報じられた。マカボイ氏はこの報道によって、何度も噂に上がっているニューヨークメッツに移籍する可能性が高まったと見ている。メッツは資金力があり、2022年に101勝を挙げた実力がある。大谷翔平が加わることで、今季の不振から脱却できることも見込まれる。そこでマカボイ氏は、大谷翔平が最終的にどこかと契約するまでには、もっと多くの噂が出るだろうが、メッツファンは興奮するはずだ、と言及した。大谷翔平、FA 獲得は複雑に、有力移籍先に米メディアが提唱、彼に費やす資金は。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は今オフにフリーエージェント、FA となり、多くの球団による争奪戦が予想されている。ここ最近でボストンレッドソックスが移籍先の有力候補として挙げられるようになったが、米メディアボソックスインジェクションのザンダーマニング記者は、大谷翔平の存在が戦力補強を複雑にしていると言及した。まずマニング氏は、不振であるレッドソックスの打撃陣に厚みを増すために、サンディエゴパドレスのフアンソト外野手をトレードで獲得することを提案した。毎年のようにオールスターに出場し、MVP 争いが期待できるソトを獲得できれば、安定した打線を生むことができる。しかしソトを獲得すると、大谷翔平を獲得する機会を失うことにもつながってしまう。レッドソックスは先発投手も補強ポイントであり、大谷翔平の獲得に乗り出す可能性が高い。大谷翔平は右肘の手術によって二刀流復帰は2025年だが、もし先発投手に復帰したら強力な戦力となる。
しかしマニング氏は、ソトは2024年に FA となるため、もしソトを獲得するならば長期契約を結ぶ必要がある。その結果、大谷翔平に費やす資金は不足することにもなると、高額な契約金によって戦力補強が難しいと考えている。